はい、皆さんこんばんは。おさぜん農園のおさむらです。ちょっとね、いつもと雰囲気が違う、動画になってるかなと思うんですけども、実はですね、あのおさぜん農園ではナイトイチゴ狩りというのを始めております。昨年に引き続き金土日の、夜18時からと19時からで、ナイトイチゴ狩りを実施しておりまして、今日はその様子を皆さんにご紹介したいと思います。まずどうですか、この風景伝わりますかね。本当非日常的な空間で、本当昼とは全く違う雰囲気の中、いちご狩りを楽しんでいただくことができるかなというふうに思います。もともとですね、緊急事態宣言が発令されて、密を避けるために夜も営業しようというとこから始めてたんですけども、やっていくとですね、ナイトの方がいいというお客様もたくさんおられたりとか、夜の方が実はですね、いちごって美味しいんです。特にですね、4月5月になるとどうしてもハウスの中、日中はですね20度とか25度かなり高温になってきますと、いちごの実の、ね、温度が、ちょっと生ぬるくなることがあるんですけども、夜はですね、本当温度が急激に下がることによって冷たいいちごになりまして、まず食感的に冷たいいちごはやっぱり美味しいなと思いますので、美味しくまず人間が感じるっていうことが1点と、もう一つですね、ちょっとこう生物的なことなんですけど、植物、いちごなんですけども、昼間にですね太陽の日産いっぱい浴びて光合成をするんですけども、その光合成でできた糖分はですね、実は夕方から夜温度が下がることによって実とか根っことか花とかに移るんですね。それを天流っていうふうに言うんですけども、つまりその日できた糖分が実に行くので、いちごが甘く美味しくなります。そういう効果も実はあります。あとね、一番の最大のポイントはこの幻想的な風景がインスタ映えするかなと思います。写真とかで撮られたら、多分わーっとこうライトがね照らされて、本当非日常的な雰囲気の中、いちご狩りを楽しんでいただけることができると思います。それではね、ちょっとね、昼とは違ういちごをちょっと食べてみたいと思います。ご覧になっていただけますかね、電球が3メーターに1個ずつなっておりまして、こういう電球の近くは明るくて、ちょっと間は薄暗くて、例えばこっち側はちょっとこう薄暗くなってますので、ちょっとこう探す楽しみもあるのかなというふうに思います。僕はね、紅ほっぺ好きなんで紅ほっぺ食べますね。これいきましょうか。まずこれね、今日も午前中収穫したんですけど、食感がやっぱり昼間というよりは全く違います。やっぱりこう張りがあるというか、キュッとこう身が締まってる感じはありますね。ではいただきます。今日のじゃあ晩ご飯でいただきます。本当に美味しいです。自画自賛ですけど、光合成できた糖分が身に行って本当甘く感じるのかなというふうに思います。ではここでナイトイチゴ狩りを楽しまれたお客様にちょっとインタビューをしましたんで、その様子をご覧ください。めちゃくちゃ綺麗です。景色が綺麗すぎますね。めちゃくちゃ雰囲気もいいし、めっちゃ甘さ倍増です。でも昼より夜の方が好きかもしれないです。もう写真撮りまくってます。いかがだったでしょうか。SNS 写真映えっていうんですかするのかなと思うので、本当カップルさんにもおすすめですし、特にですね昼間お仕事されてる方とかにお仕事帰りに来ていただけることも可能かなと思いますので、そういった昼間にいちご狩り来れないよっていう方にぜひ来ていただけたら嬉しいです。シーズン終了まで、金土日営業しておりますので、コロナ禍ですけども密を避けながら、楽しんでいただけることを可能かなと思ってますので、ぜひね、お越しいただけたら嬉しいです。それでは
次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさーい。